圧縮機とは跳ね車もしくはロータの回転運動、またはピストンの往復運動によって、機体や液体などの流体を圧走する機械のことで、ある。コンプレッサーとも言う。有効吐き出し圧力が200キロパスカル以下の圧縮機をブロワーという。なお、改正前の実定義では、圧力比によって、送風機、圧縮機を分類していたが、 ISO などの国際規格との整合性を保つため2005年に改正された。これにより送風機扱いであったブロワーが圧縮機となり、送風機とファンが同義となった。圧縮機は流体機械に分類され、機械エネルギーを流体の持つエネルギーに変換する機械である。従って機体にエネルギーを与え低圧から高圧へ送り出す送風機、圧縮機。 排風機、真空ポンプは、本質的に同じ機械である。それぞれ用途に応じた呼び方であり、圧送か排出か、低圧力比か高圧力比かの違いである。なお、ブロアは、送風機と圧縮機の中間的な存在である。特徴としては、機体の熱と圧力により、機械の各部に大きな応力が生じること、圧力比が大きくなるほど圧送するためには、 大きな動力が必要になるなど、機体の圧縮性を考慮した設計が必要になることが挙げられる。流量は、質量流量か体積流量で表されるが、体積の特殊な表し方に、ノルマル立方メートルがあるので注意が必要である。機体に働く運動エネルギーにより、圧力を与えるもの。外周部へ吐き出すことで圧力を与えるもの。 軸方向から吸い込み軸方向に圧力を与えるもの。回転体の円筒状に植えられた動力と、性翼の翼列とで一組の段となる。動力は揚力を用いて、機体を圧縮し、性翼は後方の翼列の流入角方向に機体を転向させる。気候内の体積の変化により、圧力を与えるもの。 レシプロ圧縮機レシプロ圧縮機の原理ピストンの往復運動によるシリンダーの溶石変化で圧縮するもの。シャバン式圧縮機ピストンの往復運動で圧縮する原理はレシプロ式と同様であるが構造は大きく異なる。ボアの小さなピストンを円周上に多数備え回転軸に取り付けられたシャバンを噛むとしてピストンをストロークさせる。ピストン配置は シャバンの片側だけのものと両側のものとがある。往復圧縮機のバリエーションで、ピストンの代わりにダイヤフラムを用いたもの。往復動圧縮機と特徴が似ているが、ダイヤフラムが主に金属製材料の場合、高圧用、危険なガスを取り扱える利点がある。またこれとは別の用途として、簡便な低圧用圧縮機や危険なガス用の圧縮機として、 直接ピストンでダイヤフラムを動かし、このダイヤフラムにゴムやエンジニアリングプラスチックを用いたものもダイヤフラム式圧縮機と呼ぶ。ツインスクリュー2つのスクリュー型の回転体の溝を利用し体積変化させるもの。開発者のアルフ・リショルムにちなんで、リショルム・コンプレッサとも言う。1つのスクリュー型の回転体と2つの樹脂製、ゲートローターを利用し体積変化させるもの。 1960年にフランスのベルナール・ジメルヌによって発明されたスクロール圧縮機の駆動方法周辺から圧縮し中央から突出する一体の同一形状の渦巻き体を一方を固定しもう一方を円運動させることにより圧縮室の体積を小さくし圧縮するもの1900年代にはヨーロッパアメリカで特許出願されていた 材料、加工技術の進歩により、製品化が可能となり、一般空調用は1980年代に、日本の日立製作所が最初に、また、同年、自動車空調用として、日本の三連が、実用化した。回転するピストンとシリンダーの組み合わせにより、圧縮するもの。ロータリーピストン型コンプレッサー高圧側と低圧側とを仕切る羽根が、 シリンダー側に取り付けられピストン側と接しているもの。発明者のファランダー・ルーツとフランシス・マリオン・ルーツの名を、取って、ルーツ式、ルーツブロアとも言う。効率が良いため一般に使用されている。日本産業機械工業会スライドベーン型、コンプレッサーローター側面に複数取り付けられた羽根が、ハウジング内壁と接しているもの。ロータリーベーン型、 回転抑式とも言う。電動機が圧縮機とともに溶接された一体型の容器に密閉されているもの。通常の方法では内部の部品の補修、取り替えが不可能である。電動機の冷却は動作流体を使用する。大量生産される汎用の冷凍機のほとんどを占める。冷凍サイクルに水が入り込むとすぐに漏電する。 電動機が圧縮機とともにボルト締めされた分割型の容器に密閉されているもの。ボルトを取り外すことにより、電動機、軸受けなどの補修、取り替えが可能である。実際のところ、部品交換は、弁板、オイルレベルなど、ガスケットぐらいしかできない。単断のものは、冷蔵用途一部の冷媒では、冷凍用途で使われる。R22 など。 比較的低圧冷媒で冷凍温度域まで冷やすときは2段圧縮方式で使われる。これは初段で一旦制圧まで圧縮した後、インタークーラーと液インジェクションで冷たいガスを混合して温度を十分下げてから高段で1.5からニンパ程度まで圧縮するものである。鉄道車両に用いられているスクリュー圧縮機原動機が同じ容器内にないもの。 軸シール装置が必要である。軸シール側に低圧側を構成し、ガス漏れが最小限で済むようにしてある。冷凍機器ではサーモン不停止時にポンプダウンを行い、吸入圧力が飽和蒸気圧力まで上昇しないよう使用する。このため、カーエアコンは使用しないと圧縮機の吸入速圧力が高い状態で放置されるので、わずかずつガス漏れする。 電動機以外の原動機の使用が可能である。また、大型化も可能である。圧縮機とタンクのセット圧縮機の二次側にはタンクが装備されることが多いが、空気の圧縮を連続的に行うことから、圧縮後は空気中の湿気が液化して水となってタンク基部に溜まることがある。このため、タンク容量が圧迫されて非効率となる。 これを避けるために一定の稼働時間に従ってタンクの底部にあるドレン抜きバルブを開いて溜まった水分をタンクから排除して整備する必要がある。ありがとうございます。